食欲を乱す食べ物ワースト3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げておりますのでお受け取りください。それでは今回のテーマは食欲を満たしてしまう食べ物ワースト3ということでお伝えしていくんですけれども、あなたはこんなことないですか？もしあなたが今からお伝えする食欲を満たしてしまう食べ物を知らないうちに取りすぎていたとしたら、こんな症状が出ているかもしれません。例えば昔に比べて今太っている、もしくはどうしても食べ過ぎてしまう、または便秘や下痢があったり、そのどちらも繰り返すというような方、または食べた後こう傲慢感、胃がこうもたれるなっていうその感じ、そして肌荒れでしたり、女性の方であれば生理不順や生理痛などがあるですね。そして最近なんか疲れが取れないなっていう感覚ですとか、常に体がだるい、私こんなに体だるかったかな毎日っていうね、そんな感覚であったりとか、最近特に頭痛や肩こりがひどくなってきた、ね、若い時はなかったのになんで最近頭痛や肩こりひどいんだろうとかありませんか？また関節痛ですね、関節が痛んだりとか、もう訳もなくとにかくイライラね、もうイライラする、キーってなったりとかですね、あとはアトピーや花粉症などのアレルギーがここ最近なんか出てきたっていうね、こういった症状が一つでも思い当たる方がねいらっしゃったら、それはあなたがもしかしたら食欲を乱してしまうものを食べてしまってるが上に、こういった余計なね体調不良もセットでついてきてる可能性があるんですね。もちろん今からお伝えするワースト3は食べたら太るものですし、そもそも今お伝えしたようなもう嫌なね体調不良ですよ、もうどれ一つ取ったってなりたくないですよね。なのでこういったことをしっかりと根本的に改善するためのまたその方法を最後までお伝えしたいと思いますので、楽しみにご覧くださいね。でちなみに今お伝えしたこんなことありませんかという項目を全て経験しているのが過去の私です。私はこのワースト3をですね、もう本当にまんべんなくね確実に食べてきていたんですよね。その時代はですね、とにかく今お伝えしたのこういった不快な症状が全部出てた人です。もう今は真逆なんですけれども、もしあなたも過去の私と同じようにこういった症状で苦しんでらっしゃるとか、もうなんとかここから脱出したいって思いが終わりなようであれば、しっかりとね今からお伝えするお話を聞いていただきたいと思います。では一つ目の項目です。なぜこの食欲を乱す食品なのかっていう、そのワースト3のその原因ですよね、太るポイントがあるわけです。この食品を食べてしまうと太ってしまうわけですよね。プラス先ほどお伝えした余計な体調不良がおまけでついてくるということになってしまうんですけども、ポイントは3つありまして、1つ目はあなたの腸内環境をもうひどく悪くする食べ物だからなんですね。このようなものを取ってしまわれますと、あなたは根本的な痩せ体質などどころかもう太る体質まっしぐらということになりますので、ここを注意していきましょう。あなたがどんなことをしてもなんでこんな痩せることができないのってね悩んでらっしゃるのであれば、まずはあなたはこの腸内環境を乱してしまうものをカットすることから始めてみましょうね。後ほど詳しくお伝えします。で2つ目、なんと中毒性があります。簡単に言うとやめられない止まらないなんですよね。一回取ってしまうと中毒性がありますから、いくらあなたがですね、いや分かってるこれ食べちゃダメって思うんだけども、手が伸びてしまうっていうね、こういった形になってしまうんですよね。なので、あ、こんなもの食べたら中毒性なんだ、私中毒だったんだってことに気がついてくださったら、じゃあこの中毒からしっかりと、もう足を洗うじゃないですけども、しっかりそこからね立ち直っていくことが必要なわけですよね。で最後3つ目、代謝を思いっきり下げてくれます。このワースト3どれも、もうこれはね困りますよね。だって代謝が悪いだけで太るんですよ。いくらいろんなね良いものを食べたとしても、もう根本的に代謝が落ちてしまっていれば、食べたものが
こうしっかりこう変換できない、燃やせないわけですよね。そうすると、まあ、どんなに気をつけてたとしても代謝がもう落ちてるわけですから、食べても食べても太るわけですよね。そうするとやっぱり良くないですよね。なのでそもそも持っている代謝もそれ以上下げないことをするためには、今からお伝えするものを取らないっていうことがポイントになってきます。では2つ目の項目に行きましょう。何をということで、今回ワースト3の1つ目です。白砂糖になります。あ、やっぱりそうかってね思った方も、あなたもいかがですか、思われたかもしれませんね。私もそうです。もうとにかく過去この白砂糖中毒が抜け出すことができなかったんですよね。もう小さい頃からとにかく甘いものを食べ続けてもう何十年ですよ。そういった時にやっぱりなかなか中毒性があるのでですね、やっぱりやめれなかったんですよね。でそのやめた結果、私は今のこのね明るく元気いっぱいの人生を手に入れたわけなんですけれども、やっぱり白砂糖っていうのはですね、あなたのまず食欲を乱してしまう、まあ、イコール太りやすいものが、まあ、どんどん食べたくなってしまうきっかけになる、まあ、そもそもこれ自体もそうなんですけれども、余計拍車をかけてしまうものですよね。白砂糖っていうのはもう血糖値の急上昇がすごいです。なので例えば空腹時にいきなりこう甘いおやつとかですね、そういったのをバーッと食べてしまわれますと、一気に血糖値が急上昇してしまって、デブホルモンと言われるインスリンがもうどん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 出てですね、あなたの血液中の糖質をどんどん脂肪に変えていってしまうっていうね、まあ、こんな働きをしてくれるわけなんですよね。その時にもう大活躍しているのはこの白砂糖なわけです。なので白砂糖っていうのはあなたの血糖値の急上昇をさせ、そして結局腸内にいるカビをねどんどん増やしてくれる仕事もするんですよね。余計な仕事ばっかりしてくれるわけです。もうやめてっていうようなねことばっかりするわけですよ。なのであなたの腸内細菌がせっかくいいね善玉菌がいたのに、白砂糖を取ることでその逆デブ菌と呼ばれる悪玉菌たちがどんどん増え、しかもあなたの腸を乱してしまう、そのもともとね誰しも大なり小なりカビっています、腸に。そのカビがどんどん増えるわけですから、もう腸内が腐っていくわけですよね。簡単に言いますと、もうドロドロヘドロみたいなあんな感じになってしまうんだなっていうのをイメージとして持っておかれますと、食べたくないってね、こんなもので汚したくないって思えるかもしれませんね。私はそう思っています。そしてまずこの白砂糖はね、肝臓とか胃にものすごく負担をかけるんですよね。とにかくその大変なわけです。消化そのするの入ってきた時のですね、分解が大変なわけですよね。特に胃なんかは白砂糖が入ると動かなくなるんですよ。ご存知でしたか？動きがピタッとやっぱりね止まってしまう食べ物なんですよね。なので良くないわけです。はい、そしてまだまだ続きます。この白砂糖の害ということでね、もちろん食欲を乱れるわけなんですけども、あなたの血液中の中性脂肪ですね、その増やす、なぜかというとこの白砂糖が血液中に入ってパッとこの中性脂肪に変わってしまうからなんですよね。なのでどんどんこの体脂肪の元が増えていくということです。またビタミンやミネラル、大事なカルシウムなどをどんどんね奪っていく仕事もしてしまいます。そして私たち酵素がないと死んでしまいますよね。酵素があるからこそ食べたものを消化吸収エネルギーに変えることができるわけですよね。この酵素の働きもむちゃくちゃ邪魔してくれるわけですよね。そうすると食べても食べてもその消化吸収できずに、ご自分のそのお体のねエネルギーとしてその変換できませんから、まあ、どんどん太っていくということになります。でまた活性酸素をどんどん作り出すっていうね、もうすごいですよね。どれだけ悪事を働いてくれるんだっていうね、まあ、そんな白砂糖ですよね。そして、まあ、活性酸素というのは体を錆びつかせるものですから、どんどんあなたは老化現象が始まるわけです。お肌のツヤがなくなったり、肌がカサカサになったり、どんどん髪もパッサパサになって、もうげっそりみたいなね、そんな風に見た目が変わっていってしまうわけです。だってお体が錆びてるんですもん、嫌ですよね。そして最後これも心配です。もしあなたが白砂糖中毒であったとしたら、どんどん免疫力が落ちます。そうするとどうなるかっていうと、ウイルスに簡単に負けてしまうんですよね。ウイルスにかかりやすくなる、病気になりやすくなるということになりますから、必ずですねやっぱりもうこんな時期ですので、しっかりウイルスにもね負けないお体を作るためにも、白砂糖の取り方はね十分注意する必要があります。では2つ目の食欲を乱す
もの、グルテンが入ったものですよね、まあ、主に小麦製品ですよね。小麦にはもうかなりグルテン入っております。でこのグルテンっていうのがですね、腸の粘膜を炎症させてしまうものなんですよね。あのグルテンって英語のグルーって、まあ、海苔ですよね。ネバネバしたあの接着剤の海苔から語源が来ると言われてるぐらい、あのベトベトに腸壁にベタってもう離れるもんかみたいな感じですね。一回ついてしまうともうなかなか取れないものなんですよね。そうすると結局腸のその腸壁の粘膜が荒れていくわけです。だって剥がれてくれないわけですから、常にあなたもいかがですか、例えばあなたのお顔のこの肌にですよ、あの海苔ね、接着剤の海苔がこうベタっていつもくっついてたらどんな気分がしますか。もう嫌ですよね。なんか皮膚呼吸もできないし、なんて言いますか、こうもうストレスじゃないですか。常に何かベタってくっついてるって、そんな状態が腸で起こってるということですよね。そうするとその肥満のその原因であるタンパク質のサイトカインっていうものがどんどんこの炎症した結果あなたの腸内で分泌されるんですよね。このサイトカインが太る原因になってしまうんです。なのでこの成分がどんどん出てしまうような腸の粘膜を炎症させるグルテンを、あの毎日例えば小麦食べてますという方はですね、常にあなたの腸でもへばりついたまま削ぎ落とせることもなく、どん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 年々溜まっていってるわけですよね。するといかがですか、もう想像しただけでもうどんだけ辛いんだろう腸はって、苦しいとかね言ってそうじゃないですか。それだけグルテンっていうのはもうこの名前の通りグッとへばりついて、一旦つくとなかなか取れず、いつまでも張り付いてるっていうものになるんですよね。結果あなたの腸の環境が悪くなって太っていくっていうことになりますし、また食欲が乱れてしまう、その詳しいお話は最後項目3番目でしますけれども、とにかくあなたの食欲を乱して太りやすいものが食べたくなっている原因の一つはやっぱりグルテンですよということになります。でこのグルテンフリーってよく今聞きますよね。よくあの有名なスポーツ選手とかでもパフォーマンスを上げるためにもう自分はグルテンフリーしてますという方も多いんですけれども、やっぱりグルテンフリーを取り組んだ方っていうのはね、もう本当に先ほど項目1に入る前にいろんな不調を説明しましたよね。こんなことないですか、あんなことないですかっていうのが全部やっぱりクリアになりますから、それはねパフォーマンスも上がりますし、最高のコンディショニングになるんだろうなと思っています。ではワースト3の3つ目は食品添加物になります。これはその食材どうのというよりも、あのいろんな加工食品に必ず入っている悪いものになるんですよね。でこの食品添加物を知らないうちに、あなたが気づかないうちにどんどん食べてしまってたとしたら、腸や肝臓にものすごく負担をかけてるんですよ。もうね死にかけてるかもしれないっていうぐらい、もう腸とか肝臓もヒーヒー言ってると思います。なぜかというと、こういった食品添加物を取ることでとにかくあの分解にものすごく負担かかるんですよね。要は仕事量がもう何百万もかかるわけですよ。あなたもいかがですか、今日やっとこの仕事終わったら帰れると思ってたのに、上司の方からこれもよろしくなんてね、もう何倍もの仕事もらったらもうキーってなりませんか。そんな状態です。もう無理なんです。そもそももうそんな消化できないんですよ。っていうことをあなたは毎日腸や肝臓にさせてませんかっていうことなんですよね。そうすると負担がかかってしまう、もちろん働くことができませんよね。もう疲弊してしまって、すいませんもう一時期あのお仕事ね休ませていただきますとか、長期休暇をね何ヶ月も取って療養しないといけなくなってしまうっていう状態にもしかしたらもうねなってるかもしれないんですよね。もうまずは休ませてあげないといけないわけです。そうするとそのままね、あなたがもしこういったものを食べてしまったとしたら、消化吸収がね食べたものができなくなってしまう。その結果あなたは食べても食べても栄養不足な状態になっている可能性が大なんですよ。そうすると栄養が足りてないということは逆に太ります。なぜかというと、その栄養が取れているからこそあなたのお体を正常に保ってくれて痩せホルモンを作る材料になるわけですよね。あなたがこの栄養がちゃんと取れていないような腸や肝臓の状態であったとしたら、痩せるホルモンが作れない、
なのでどんどん太る、しかも食欲がおかしくなる。だったら味覚のホルモンもこの栄養がないと作れませんからね。なのであなたは食べても食べても栄養不足になりますし、どんどん太りますし、味覚もそのコントロールしてくれるホルモンも作れないから、どんどん味覚がおかしくなって食欲が乱れてしまって、もう食べても食べてもっていうね、そんな状態になっていませんかということです。では項目3つ目です。どのようにということで、じゃあどのようにですね、乱れてしまったあなたの食欲です。今お伝えしたようなものを、うわどうしよう私全部食べてたっていう方はですね、かなり負担がかかっていると思うんですよね。結果食欲を乱しているわけです。じゃあどうすれば今の状態からそうではない状態へと、あなたは健康的で綺麗に痩せる、そういった人生をですね手に入れることができるのかっていう具体的な方法をお伝えしていきたいと思います。でこの方法は実際私が実践している方法です。なぜかというと、冒頭でもお伝えしたあんなに悪いね体重不良全部持ってた私が、今こうして笑顔であなたの前で元気いっぱいでですね、毎日毎日こんなに楽しくお仕事できているんですよね。人前に立ってこういった顔を見せてお話できているわけです。で過去の私ですよね、あのまま私があんな生活を続けていたら、白砂糖をたっぷりとって、グルテンも毎日しっかり欠かさずとって、しかもその白砂糖とグルテンがたっぷり入っている食品には必ず添加物もどっぱり入っててっていうものを、私は毎日毎日コツ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 ですね、飽きることなく食べ続けていたんですよね。そうした結果私はあんな体調不良を持っていたわけです。でもあのまま私が続けていたらもう多分倒れててこの世にいないかもしれないんですよね。それぐらいやっぱり体調不良がひどい時があって、もうそこから私はですねもう這い上がってきたわけですよね。な時にじゃあ私が今どうしているのかということで、例えば白砂糖の代わりはこれ、グルテンの代わりはこれ、添加物の代わりにこういったものということで置き換えていったんですよね。それを一つずつ3つあなたにお伝えしていきたいと思います。まず一つ目です。私は過去白砂糖をたっぷりお料理にもドッパドッパ入れてましたし、肉じゃが作る時とか煮物とかですね、とにかく白砂糖を欠かせないみたいなお料理作りしてたんですけども、今私の自宅に砂糖は置いていません。買ってないんです。必要ないからです。でその代わり私はじゃあ先生どんなお料理作ってるんですかって気になると思うんですけども、私は甘み漬けはもうほとんどお料理に甘みのもので使わないんですよね。その代わりちょっとやっぱり甘み欲しいなっていう時は蜂蜜を代わりに使うようにしてます。でこの蜂蜜はあの天然のねピュアの添加物なしのもちろん蜂蜜なんですけども、脂肪燃焼効果が蜂蜜ってあるんですよね。なので蜂蜜はもちろん取りすぎてしまうとカロリーオーバーですからねいけませんが、やはり適量お料理にちょっと足すぐらいでしたら全然大丈夫ですので使っています。で実際こんなに元気です。でこの体型もキープできています。でこの蜂蜜の脂肪燃焼効果はアミノ酸の効果なんですよね。でまたオリゴ糖やグルコン酸が豊富なので、この成分はですねあなたの腸内環境をきれいに整えてくれる材料となってくれますから、蜂蜜を摂ることでそういった効果を得ることができるんですよね。でまたポリフェノールがたくさん入ってますから、これがまた脂肪燃焼効果があるので、そういった力も味方につけつつ、なんといっても蜂蜜はですね栄養価が高いんです。なのであなたがもし今いろんな条件が重なって食欲が乱れていて、結果消化吸収できずに栄養不足になっていたとしたら良くないですよね。どんどん太っちゃいます。そんな時にしっかり蜂蜜の栄養を取ることでその分も補っていくことができるんです。では2つ目です。私はですね過去朝昼晩毎食パンパンパンみたいなね、もうどれだけグルテン取ってたんですかっていうほどあのパンが好きだったんです。まあ、そういったね環境にいたっていうこともあるんですけれども、とにかくお米よりもパン派だったんですね。しかも添加物や防腐剤がいっぱい入ったようなパンを選んでわざわざ買って食べていたわけですよね。でそうなると先ほどお伝えした通りもう中毒性が、ね、ありますからもうやめられないんですよね。
パンがどうしても食べたかったんですよね、その時は。でも私はもう決心してですね、もう立ったわけです。グルテンフリーしたわけですよね。その結果私はまあこういうふうにね、今のまあご覧の通り元気なわけなんですけども、私はどうしたかっていう、そのグルテンが入った主に小麦製品は私の場合はパンです。でももしかしたらあなたはうどんが好きかもしれませんし、パスタ、スパゲティとかね、そういったその麺類がお好きかもしれません。そういったものにもやっぱり小麦が入ってますよね。なのでそういった小麦系を私はもう全部ね玄米に置き換えていったんです。でこれを白米にしなかったっていうのもね偉いでしょ。白米はダメです。あの栄養が全部取ってしまったあと残りかすみたいなもんですから、白米はやっぱり食べても食べてもっていうところになりますので、白米は私は基本的に食べないです。どうしてもね合食の時に出たら少しいただきますけど、あのがっつりはいただかないようにしてます。で普段私が食べてるのはやっぱり玄米なんですよね。でこの玄米はやはり栄養がそのまま残ったお米ですから、腸内環境にも丸、そして低 GI 食品です。白米と比べてですね、これは何かというと血糖値の急上昇をぐーっとね緩やかにしてくれる食べ物なので、結果デブホルモンといわゆるそのインスリンの分泌を抑えることができて、その血中の脂肪をね変換するのをやっぱ抑えてくれる効果があるんですよね。あとは食物繊維がやっぱり豊富なんですよね。白米と比べたらもう何倍も違うわけです。そして代謝も上がりますし、何よりもやっぱりビタミン、ミネラルがしっかり残ったまんま栄養が取れて、デトックス効果もあるということで、食物繊維も豊富ですからね。やはりそのグルテンたっぷり含まれた、まあ、主に小麦製品ですよね。小麦で作られているものから私は玄米に置き換えていったんです。はい、そして最後3つ目でしたね。添加物たっぷりのものから私は無添加食品にどんどん置き換えていったんですよね。ではあなたが知らず知らずのうちにどんな添加物を食べてしまっているのか、いつの間にかね、あ、こんな食品にも入ってたっていうものがいっぱいありますから、そこを最後ご一緒にチェックして終わっていきましょうね。まずあなたの例えば今ご自宅にあるいろんな調味料とか食品とかをねちょっと見てみてください。原材料名を、これは一体何が入ってるかなってね手に取って見ていただきたいんですよね。よろしいですか。何でもいいです。あの近くにあるね食材パッと見ていただいた時に、調味料カッコアミノ酸などって書いてませんか。さあいかがでしょうか。これが書いてあるっていうことは実は化学調味料になります。グルタミン酸ナトリウムのことですね。こういったのがもうほぼほぼ入っているものがほとんどですから、もうよくよく気をつけないといけません。そうすることであなたの腸や体にこう負担をかけなくて済みますから、結果太りにくくなりますよ、まあ、そもそも病気もしにくくなりますよってことになります。はい、そしてまだまだ続きますこの添加物なんですけれども、あのお砂糖の代わりに人工甘味料が使ってあるものもいっぱいありますよね。よくあるのがその糖質オフとかカロリーゼロ、ノンシュガーとか書いてあるものです。そういったのはもう人工甘味料ですね。甘いのにカロリーが少ない、もしくはゼロなわけです。これは不自然なんですよね。そういったものはちょっと自然界にやっぱりないっていうことになりますよね。だって甘いのにカロリー取れないっていうことは、脳がおかしい、こいつ怪しいぞってもうバレバレなわけです。そのようなものをあなたが例えばそうですね、糖質オフノンシュガーの、まあ、炭酸飲料とか、まあ、飲み物ドリンクおやつもそうですけれども、チョコレートとかですねを、あ、これならいいやってダイエット中だしカロリーも低いしいいやいいやって食べてしまったらもっと太りますよ。なぜかというと脳が命令するんです、あなたに。いや、おかしいよねって、そんな甘いもの食べてなんでカロリー取れてないのっていうことでね、怒り出すわけです。そしてあなたの味覚をおかしくする。どんなことをするかっていうと、もっと食べろ食べろってあなたに命令するんですよね。なのであなたがどうしてもなんでこんなにいけないいけないって分かってるのに甘いものがやめられない、止まらない、気づいたらもうファミリーパークのチョコ一袋食べちゃってたとかね、あのいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですよね。私のお世話してらっしゃるクライアントの方もですね、過去どんなことをしてたかというと、もうストレスでとにかく食べたくって、あのチョコレートコーティングしてある柿の種をね、先生食べちゃったんですよって、そうですかって、どれぐらい食べたんですかって、まあ一袋小袋かなと思ったら、先生違います、その小袋が入ったファミリーパック全部一袋食べちゃったんですとかね、あのおっしゃってる、その方がおっしゃるには、その甘いものも食べたいけど辛いものも食べたくって、それを同時に取れる柿の種のチョコレートコーティングだと思ってね、
最初は多分ね一袋だけにしようってその小袋ねと思ってたと思うんですよ。でもやめられない止まらないのも乱れてるわけで、その方も過去で今は大丈夫なんですけどね。なので腸活をすれば治っていくんですけども、その当時、まあ、私もそうですけどね、止まらないですよね。その気持ちわかるっていうあなたはね、もう中毒になってますよ。なのでそのまま放っておかないということです。こういったものを取らないようにしていけばいいんです。ですからまずはノンシュガーとかこういった糖質ゼロっていうのは危険ですよってことですよね。で次によくある合成甘味料と呼ばれるものですよね。アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリなどと書かれてあるものも取るのは控えましょう。はい、そして糖アルコールの部類に入りますキシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトールも控えていきましょう。はい、そして甘味料の中のその他部類は加糖ブドウ糖、液糖、加糖液糖、異性加糖などになります。はい、そして、まあ、今までいろいろお伝えしましたが、特にもうこれは取るのやめましょうねってものがこのトランス脂肪酸、まあ、別名食べるプラスチックなどと呼ばれる悪いものになります。でこれもわざわざこのように書いてくれてませんよ。その代わりどんなものに入っているかと言いますと、こちらに並べたものに主に含まれています。マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用精製加工油脂、加工油加工脂などになります。なのであなたは今まで買ってきたいろんな食材の材料名をしっかりと原材料名チェックしていただいて、今お伝えしたものが入ってないかな、これは大丈夫だっていうものを私も一緒にね取り組んでますから、あなたもどうかご一緒にまずは原材料名をチェックしていくことから始めてみてはいかがでしょうか。では最後に具体的な方法をお伝えしていきます。痩せる方法ということで、今までお伝えしました食欲を乱してしまう食べ物ですよね。白砂糖、グルテンを含んだ主に小麦製品、そして食品添加物、こういったものが含まれているものをまずはあなたは2週間、最低2週間ですよ、2週間以上をとにかく食べないってね決めていただくっていうことです。そうするとあなたの味覚はだんだん元に正常化していって、あれ前あんなに食べたくて止まらなかった私が、あなんか別に欲しくならないなってねなっていきます。私がサポートしてるクライアントの方もそうです。私に先生できるんでしょうかって、私こんなに甘いもの好きなのにっておっしゃるんですけど、まずは2週間カットしてみましょうっていうところから始めていただいて、まあ、2週間ぐらいだったら先生できそうですっていうことでね頑張ってくださると、やっぱり皆様結果出されるんですよね。あ先生なんかもういらないやって、まあ、もちろん見たらね美味しそうだなと思うんですけど、まあ、別にもう買わなくていいかなってねなりましたっていうご報告がとっても多いのが、やっぱりこの2週間以上経ってから、まあ、効果が出てくるということですよね。でまたその実はですね、今お伝えした3つプラスちょっとこの2週間まではですね、この乳製品もお休みしてもらいたいんですね。なぜかというと乳製品に含まれるカゼインという成分がグルテンと似た働き、まあ、悪さをねしてしまいますから、例えばよく牛乳飲むとお腹下しちゃうとかぐるぐる言うとかヨーグルトはありませんという方はね、やっぱりこのカゼインがそのグルテンと同じ作用を起こしますから、腸がやっぱりですね炎症を起こしてしまってって、あの話にまあ結びつくわけですよね。なのでせっかくでしたらあなたは今お伝えしたワースト3プラスこの2週間ぐらいはやっぱ乳製品も控えていただきますと、さらに効果がアップしますので、ぜひトライしてみてください。そしてまたトライした結果どうなったかっていうのをね、あなたの思いとか感想をどんどん私までお話ししてくださったらとっても私は嬉しいです。お待ちしています。さあいかがだったでしょうか。今回はあなたの食欲を乱してしまう、まあ、ワースト3ということでお伝えしました。できるところからですね控えていただきますと本当にお体変わってきますから、ぜひ私とご一緒に楽しく取り組んでくださると嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。